ガリレオシリーズ容疑者 X の検診容疑者 X の検診は東野敬語の推理小説ガリレオシリーズ第3弾2003年から文芸誌、オール読み物に連載され2005年8月に文芸春秋より出版された2008年8月には文春文庫より文庫化された第6回本格ミステリー大賞第134回直木35章受賞作 そして、日本人として、史上2度目となる、江戸川賞候補となった。また、国内の主要、ミステリーランキングである、本格ミステリベスト102006年版、このミステリーがすごい。2006、2005年、週刊文春ミステリベスト10において、それぞれ1位を獲得し、3巻と称された。2008年に、日本版、2012年に、韓国版、2017年に、 中国版としてそれぞれ映画化されているほか、舞台劇にもなっている。花岡安子は、娘、美里と、アパートに二人で暮らしていた。そのアパートへ安子の元夫である、富樫信二が彼女の居所を突き止め訪ねてきた。どこに引っ越しても、薬病神のように現れ、暴力を振るう富樫を安子と、美里は、大喧嘩の末、殺してしまう。今後の成り行きを想像し、 呆然とする母子に救いの手を差し伸べたのは隣人の天才数学者、石神だった。彼は自らの論理的思考によって二人に指示を出す。そして3月11日、旧江戸川で死体が発見される。警察は遺体を尖しと断定し、花岡母子のアリバイを聞いて目をつけるが捜査が進むにつれ、あと一歩といったところでことごと崩れが生ずることに気づく。 困り果てた草薙刑事は、友人の天才物理学者、湯川に相談を持ちかける。すると、驚いたことに、石神と湯川は、大学時代の友人だった。湯川は当初傍観を通していたが、やがて石神が、犯行に絡んでいることを知り、独自に解明に乗り出していく。湯川学ぶ、および、 捜査一家の登場人物については、ガリレオシリーズ登場人物を参照2005年末、容疑者 X の検診が本格ミステリーとして評価され、同年の本格ミステリーベスト12手1位を獲得したことに、推理作家の二階堂レートが疑問を呈したことに、始まる問題。二階堂の主張は、容疑者 X の検診は、作者が推理の手がかりを意図的に伏せて書いており、 本格推理小説としての条件を完全には満たしていないというものであった。このことに関して二階堂のウェブサイトやミステリーマガジン市場などに多くの作家や評論家が意見を寄せたため本格的な論争となった。その過程で二階堂の説における矛盾や検討違いも指摘されたが二階堂は自説を曲げなかった。最終的には カ西清などの有力者の多くが、容疑者 X の検診は本格であるという立場につき、さらには2006年5月に、同作品が第6回本格ミステリ大賞を受賞したこともあり、現在では、二階堂の意見は否定された形で議論が収束している。ただし、カ西は本作を、標準的な出来栄えの初心者向け本格とした上で、探偵小説の精神的革新がないと批評し、 ミステリー関係者が絶賛したことにて厳しい批判を向けている。同時にメインの犯行とは別個の道義的にははるかに悪質な行為がトリックの手段として淡々と描かれながら感動的なラストと評されたことについても議論となったがこれについては北村香るがミステリーあるいは小説を道徳論で論ずるべきでないとの立場を示している。もっとも本作を 感動的とか涙誘うとか位置づけたのは史上や読者の側であって筆知はむしろ客観的である。作者本人は一貫して本格であるか否かは読者一人数とが判断することであるというスタンスである。ガリレオシリーズの短編探偵ガリレオ予知夢を原作としたテレビドラマガリレオの劇場版として本作を同ドラマのキャストスタッフにより 映画化。2008年10月4日に公開。月9枠のドラマの映画化は、最有機、ヒーローに続き3作目となる。2008年初旬に殺入し、映画公開初日には、フジテレビ系で、ガリレオファイが放送された。福山雅春にとって、ほんの5グラム以来20年ぶりの本格的な映画出演になり、映画主演は初めてである。なお、二千九年に死去した。 伊藤隆次大の最後の出演映画でもある。基本的なストーリーは原作に沿ったものとなっているが、ところどころで独自要素が組み込まれている。またドラマの劇場版という位置づけながらもドラマからのオリジナルキャラクターの出番が少なく、石上と花岡が話の軸となっている。湯川が数式を書いて、推理を整理するシーンがないといったドラマのパターンを踏襲しない展開を見せている。 また原作との相違点として湯川と石神が雪山に登るというものがあり、足を滑らせた湯川が窮地に陥るという演出がされている。2009年12月29日にガリレオハイと連動した2夜連続ガリレオスペシャルを銘打って地上波で初放送された。キャストスタッフ楽曲プロモーション本作品の宣伝として、 公開直前の2008年9月28日、OA のトーキング FM で、制作の富士テレビ及び、FNS27 局の女性アナウンサー28人が、女子アナならぬ女子アナとして出演した。なお、女子アナ白衣を着用していた。2012年に公開された、韓国のミステリー映画である。キャスト2017年に、公開の中国のミステリー映画である。日本未公開。 キャスト2009年に演劇集団キャラメルボックスによって舞台化。脚本、演出をなるイユたかが手掛けた。4月18日から4月26日に新興ベオリエンタル劇場で同年4月30日から5月24日にサンシャイン劇場で上演された。翌2010年にはなるイユタ脚本のままで上海の現地制作会社が 県議人 X 的献身というタイトルで2週間上演した。2012年には同劇団で再演。5月12日から6月3日にサンシャイン劇場で6月7日から6月12日にシアタードラマシティで6月15.16日にシアター1010 10で上演された。脚本は初演に引き続きなるいゆたかが担当し、演出は なるいゆと、ましばあずきが手掛けている。出演2015年に、劇団変形日和によって舞台化。脚本は、演劇集団キャラメルボックス版と同様に、なるいゆのものを使用した。演出は、劇団変形日和の鈴木克明と、演出補佐として、北山泉が担当。9月9日から9月14日に朝がヶ谷、シアター社員で上演された。 出演2016年に演劇集団笹塚放課後クラブによって舞台化。脚本、演出をアラン博士が手掛けた。9月29日から10月2日にザ・ポケットで上演された。出演一部ダブルキャスト。2021年にナップス・ユナイテッドの主催による舞台化。脚本、演出とも演劇集団キャラメルボックス版と同様に9年ぶりにナ井豊かが手掛ける。 5月28日から5月30日に、シアター1010 10で、7月10日から7月11日に、兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールで上演予定。当初は2020年5月6月に公演が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響で延期になっていた。出演一部ダブルキャスト。学生劇団の公演も行われている。 神戸大学演劇部自由劇場の第190回公演として2014年12月12から14日に神戸アートビレッジセンターで上演された。脚本は演劇集団キャラメルボックス版と同様になるい豊かのものを使用している。容疑者 X 天才数学者のアリバイに関するカテゴリー、権利人 X 的献身に関するカテゴリー。ありがとうございます。